で、このピンクとこっち側の右側のやつも同じベルダンライカンです。なぜかこの、レミントンのベルダンライカンもピンク色になるんだけど、なんか間違えてベルダンが入ったのかな、わからないけど不思議なやつらです。ベルダンにはしっかりと、アンビル部分が、あれ何だっけ、あれは何だっけ、薬莢部分に入っているんで、よいしょ、これは汚い普通のライカンの中に金属部分が入ってて、3つの穴があるじゃない、3つもあるし2つ穴もあるし、いろいろ種類あるけど、これが今の標準かな。もうちょっと綺麗なのかな。あ、そうか、新しいの出せばいいのか。はい、ベルダンライカンが下2種類、上がピストル用のライカン。考えていたベルダンライカンにこの金属の部分が入ってるか入ってないかって感じなんだ。これには入っておりません。で、バラしましたらこんな感じで、火薬が取れました。これ横の中に入ってしっかりと叩かれており、薬莢を見てみるとこれは完全に黒くなっているので新品ではありません。つまりリロードです。このリローダー、ライカンがこんなのそのまま使ったっていうとまずいんじゃない。それともこれってまさかのベルダンライカンを使った、大きめのラージベルダンライカンは売ってるのは知ってるけど、まさか小さいピストル用も最近売り始めた、知らないな。まさかベルダンで普通使うとは思わないけどな。ベルダンはちょっと使いにくいんで、これまた不思議ですね。これはまあわからないでしょう、まあ、時々この前はライフル用かな、ベルダンじゃなかった、こんな感じになってたからアンビルなし、これまた不思議ですね。まあ製造工程のミスとしておきましょう。